太平洋地域の大区分域外、ポリネシア、またはポリネシアンアウトライアーとは、ポリネシアントライアングルと呼ばれる主要なポリネシア地域の外部にありながらもポリネシア文化を保有する多くの社会を指す。域外ポリネシアは、太平洋地域を形成する他の二つの地域である、メラネシアとミクロネシアの中に飛び地上に広がっている。考古学的、言語学的知見から、 これらの島々は海を渡ったポリネシア人たちが移り住んだものであり、その大部分は今日のトンガサも集まる地域からの移民であると考えられている。一般にポリネシアと呼ばれる地域には何千もの島があり、その大部分は大まかにはハワイ諸島、イースター島、ニュージーランド列島に囲まれた三角形の中に位置づけられる。一般にミクロネシアとメラネシアとされる、 ポリネシアントライアングルの外にも二十余りのポリネシア文化を持つ島がある。それらのほとんどは小さくまた後半に散らばっており、住民はポリネシアの言語を話している。これらの島々は総称してポリネシアの飛び地と呼ばれている。生きがいポリネシアの住民は一般にポリネシアントライアングルで見られる特徴を共有している。身体的な面では、 ポリネシア人は茶色い肌と黒い波状毛を持つ傾向があり、通常は筋肉質で調身である。すべての生きがいポリネシア人が明らかにポリネシア系の言語を話していることは、彼らの先祖が主たるポリネシア地域からごく最近移住したことを示唆している。しかし、社会的には大きな変化を経た部分もある。メラネシア人、または、 ミクロネシア人の住民に近接して暮らし、彼らの影響を受けたと見られる地域もあれば、また他方では地理的、生態的条件のために孤立し、あるいは好んで孤立した結果、より典型的なポリネシア人のように見えることもある。生きがいポリネシア文化は太平洋の6カ国にわたって分散している。すなわち、ミクロネシア連邦、パプアニューギニアソロモン諸島、 バヌアツフィジーニューカレドニアである。該当する島は次の通り。域きポリネシアとその先住地これらの人々のつながりは複雑である。彼らはトンガ、サモア、ラトロンガ、ウォリス・フッツナから来住している。まず、ニューカレドニア東海岸に分散したポリネシア人の集団があり、アイルーの東海岸からブーライユの西海岸まで何世紀もかけて渡ってきている。 リフー島南岸にはボリス島から来たポリネシア人の集団があり、その沿岸部にはラトロンガ島から来たグループがある。今日のレンネル島とベローナ島の住民はウベア島を経由してきた。タウマ湖島の人々はエリス諸島から来た人々に加え、ティコピア島の住民も一部含まれている。シェバード諸島のトンゴア島、トンガリーキ島、マクラ島にはサモアのカヌー乗りの子孫がいる。 ミクロネシア連邦、パプアニューギニア及び、ソロモン諸島北部の飛び地住民はツバル語を含むエリス諸語を話しているが、南に遠く離れたソロモン諸島南部、バヌアツニューカレドニアの諸地域では、フトゥナ諸語が話される。これは、サモア諸語の海グループのうち二つであるが、この語群が時に、サモア域外諸語とも呼ばれるのはこのためである。これは、中核ポリネシア諸語の海分類に位置づけられる。 これら、生きがいポリネシアの島々の中には、メラネシア方言やメラネシア語も話せる人々も存在する。ソロモン諸島とバヌアツの2400人の DNA を分析した1983年の研究では、この集団における生きがいポリネシアの島々をはっきりと区別する指標が見つかった。考察された4つの飛び地のうち、アヌータ島は最も遺伝的に異なっており、 レネル島とベローナ島がこれに続いた。ティコピアは近接するベラネシア人からの影響がより大きく現れた。すべては当初間の人口移動の痕跡を示しており、またわずかではあるにせよ、ヨーロッパ人やアフリカ人、アジア人由来の遺伝的証拠も見つかった。ありがとうございます。